こんにちは。ゲーマー声優のチャーリーと申します。呼ばれりゃどこにでも行く、声優でございますけれども、普段は、ゲームラボチャンネルというところでよく出演させていただいてるんですけれども、今回はですね、呼ばれたから来てしまいました。このコロンバスサークルさんのところに出張させていただいてます。よろしくお願いします。いいよ、はじめまして。いや、はじめまして。はじめましてでもね。まあ、まだないんですけどね。でも、あ、そうか。コロンバスチャンネルでいいんですか？コロンバスサークルさんのチャンネル。そうですね。こちらの、まあ、コロンバスの、YouTube チャンネルで、配信ということで、初めて、こちらでちょっと。顔出しは初めてですかね。なので、コロンバスサークルさんのチャンネルで僕を見るのも初めてだと思うんですけれども、本当にうるさいかと思いますけれども、何とぞちょっとね、ぜひ実写でっていうか実物を見ていただきたいということで。そうですね。はい。新製品今日見ていただければと思います。はい。なので、まあもう見えてるんですけれども、こちらをね、最近こう夢のあるものをですね、コロンバスさんはね、いろいろ出してくださってるんですけども、なんだかわかりますか、これは。なんとですね、ネオジオですよ。まあ、正確には AES。そうですね、AES 版の、はい、ロムカートリッジということです。そうなんです。はい、ということで、家庭用ネオジオ用のロムをですね、このピクセルハートさん。そうですね、フランスの、はい、メーカーさんなんですけども、はいはい、まあ、ピクセルハートさんの方で、復刻、はい、ビスコさんという、まあ、こういう名作の数々も発売されていらっしゃる、ね、こちらの名作ソフトを復刻、されたということで、はい、それをわざわざね、海外に復刻されたというのにこう、ね、小さな島国でも売ってくださってるということでですね、逆輸入、逆輸入、しかもですね、ちゃんとこう後ろに、まあ、ちょっとあれなんですけれども、ね、シリアルナンバーまでちゃんと実は、ね、入ってるんですよ。まあ、ね、うっかり番号はあまり見せられないんですけれどもね。いやということでですね、まあ、もう一番最初のそのネオジオ初期の、こちらのね、横シューティングゲーム、横スクロールシューティングゲームのアンドロデュオスから始まりましてですね、こちらのブレイカーズリベンジ、ブレイカーズリベンジに関しては家庭用で出てなかったんですよ。そうですね、一応そういう、はい、情報です。ブレイカーズは出たんですけど、続編のブレイカーズリベンジはなんと家庭用になったのは今回が初ということでですね、まあ、そして、こちらも武蔵巌流記、これも、横スクロールのアクションゲームなんですけれども、こちらもですね、家庭用では1回も出てないんですよね。そうですね、しかも日本での稼働もまあ珍しかったという。そうですね、多分当時ネオジオというか家庭アーケード用の MVS っていうんですけど、業務用ではレンタルを昔レンタルサービスみたいなのやってたんですけれども、はい、SNK さんがそれがそこでは間違いなく稼働してなかったなので本当に業者さんというかゲームセンターさんの方で個人的にその海外とかいろんなそのつてで業務用をその購入していただいた店舗しか多分稼働してなかったので、はい、家庭用ネオジオで AES で出るっていうのは本当に初めてだったんで、はい、そうですね、はい、コロンバスさんがね、いかに頑張ってくれたかと、感謝に極めだと思います。はい、喜んでいただいてるんであれば、はい、おかげさまで、なんかだいぶ、だいぶなんか売り上げがいいそうで、とりあえず日本国内に日本国内向け版として入ってきている分はおかげさまで完売。ありがとうございます。はい、本当におめでとうございます。ね、一つが高いだけにね、そうですね、売り切れないと、ね、今後につながっていかないんですけれども。いや、はい、はい、本当実はそうなんです、ね。だから、これが売れたということで、なんとですね、そうですね、おかわりがあるんですよ、今回。なので呼ばれたんですけれども、そう、発売済みのものを僕が紹介するときにここに呼ばれてきたってないんですからね。なぜかというとですね、そう、今回のおかわりを横にあるのでちょっと取ってきます。よいしょ。重くないですか？いや、重いです。いや、でも幸せの重みでございますよ、そう。こちらです。なんと1、2の3ですね。3つ。ね。さらに追加で3つでございます。いや、本当ありがとうございます。本当。さあ、それをね、一気にじゃあ、ご紹介していきましょう。1つ目。こちら。バンバンバスターズ。こちらも、はい、
ビスコさんのやつで、ゲームなんですけれども、そうですね、幻のタイトルということで、はいはい、こちらのそう後ろに、ね、書いてあるんですけれども、これも僕ゲームセンターで、稼働してるところは1回見たことあるような気がするくらいで、間違っても、家庭用にはなっていない幻の作品でございますね、はい、バンバンバスターズと。さあ、そしてここからはちょっと、そうですね、こちら、ここからは現物初公開ということですね。これはまだ、これは現在その発売まだされて、そうですね、あの1月に発売させていただいております。はい、ということなんですけれども、ここから先は完全に、初出しですね。あ、そうですね、現物、はい、もできております。さあ、そして2つ目はですね、ドーン、はい、ネオドリフトアウト、こちらもね、あのネオジオで、MVS で大人気だったです。すごく面白いあのドライビングゲームでございますけれども、はい、こちらもなんとね、あの復刻していただけたということで。そうですね、あのなんともさ、ネオジオ の, あのこういったレースゲーム、まあ、なんていうの、クォータービューといいますか、はい、はい、あのとても視点が面白くて、そうですね、斜め視点で独特で、すごくね、あの動かしててもスピード感がすごいのと、うん、あの挙動もね、あのとにかくレスポンスが良くて、レバーでもすごく楽しく遊べる、はい、あのレースゲームになっておりましてですね、いや、こちらもね、すごかったんですけれども、さあ、そして最後の一本がですね、はい、こちらです、ドーン、キャプテントマディでございますね、シューティングゲームですよ、ね、アンドロジュノスに続いてですかね、アンドロジュノスは横スクロールだったんですけど、今回は、縦スクロールシューティングゲームでございますけど、はい、こちらも確か家庭用にはなってなかったんですか。そうですね、あの正直、まあ、あのブレイカーズリベンジなどは発売させて販売させていただいた後、はい、まあ、多分あのコロンバスの方に、はい、一番あのこちらのタイトルを、はい、まあ、期待されるお声をたくさん頂戴してまして、多分あの、まあ、こちらのタイトルに愛着のある方、はい、あのファンの方多いのではないのかなと、はい、思っております。そうですね、こちらも確か、出た、年が1999年とか2000年とかそのあたりくらいだったはずなんですけど、あの結構そのネオジオとしてはかなり末期の頃に出たゲームなので、人によっては多分見たことないあの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、あの非常にコミカルで、そうですね、歯応えのあるシューティングゲームとなっておりましてですね、この3つをですね、新たにおかわりで、発売していただけたということなんですね。いや、はい、ありがとうございます。本当に、いや、本当ちゃんとあのオリジナル の, あのビスコさん の,、はい、あの公認というかライセンス商品でございますので、ね、はい、あの復刻にあたりシリアルも、はい、シリアルナンバーなどもお入れしておりますので、はい、もう、ね、プレミア感満載な上にちゃんとね、あの正規の値段で手に入るのが何よりあの嬉しいところだと思いますので、ね、新品で、そう、新品のネオジオカートリッジなんで、そう、今僕触りながら結構なんで僕はあの手袋してなかったんだろうって割と後悔してるんですけども、じゃあちょっと開けてみましょうか。中身を開けてみましょうか。でもなんかちょっとキャプテントマディ、そうですね、せっかくなんでまだあのキャプテントマディはまだ発売にはなってなくて、はい、4月下旬発売予定、こちら4月下旬で、はい、で、ノリネオドリフトアウトは、一応3月の25日発売予定、3月25日です、はい、なかなかこうね、毎月あれですね、草をしゃぶって生きる生活が続きそうでございますけれども、とてもです。じゃあとりあえずこちらちょっとあのね、ちっちゃいですけど、あのあまりアップで寄れないんですけれども、ちょっと開けてみたいと思います。あ、怖い、もう触るだけでこう、はい、いや、見ます、見えますか、この傷一つね、ついてないのツヤツヤのケースが、ね、あのね、カートリッジが、こんなのもう全然見ないですからね。これをこのクラスのクオリティのものを多分その今どこかで、そうですね、これを手に入れようと思ったらいくらかかるのか、多分10倍じゃ聞かないじゃないかと思うぐらいですけど、そしてね、ちゃんとこれはあれですよね、ちゃんと新規で、そうですね、説明書に関しては、はい、あのこの復刻のためだけに、はいはい、新しく新規で作り直して、そうなんです、こちらのですね、はい、いやー、恐ろしいですね。開けてみてもいいですか。いいですか、はい、すいません。あ、
106メガだったんですね。そう、メガ数も分からなかったです。ちゃんとあれですよ、ね、ネオジオを持ってらっしゃる方にはおなじみのこう白黒の、ね、あのプリントで、昔は結構その何だ白黒なのかとかネオジオの時も思ってたんですけど、今やねそれも味となってますね。そうですね、白黒なんですよね、当時ね。でちゃんと今回作ったね、ピクセルハートさんのロゴも、はい、だからピクセルハートさんはまあ今後も、はい、まあ、ビスコさんの製品に限らず、はい、まあ、いろいろと、うん、こういった、はい、事業といいますか、はいはい、展開されるというお話ですね。きっと皆さんのネオジオ好きの皆さんがこうやって買ってくださっているからこそ、いや本当そうだと思いますね。ちゃんとこう次なる一手を打ってくださるというね、ことでございます。もう恐ろしい恐ろしい、もうすぐ閉まってすぐ閉まって、もういやもう僕これ多分手に入れたらあれですね、間違いなくショーケース行きですよ。はい、本当一度も開けられないままっていう皆様も、まあ、確かにいると思います。もう一つ一つがね、正式な所作を得ないとちょっと触ってはいけないようなものな気がしておりますけれどもね。でもまあここまで一応、見せていただいて、なんとこれだけじゃないということを、今日コロンバスさんから聞きました。なんと、購入特典がつくとか、ね、はい、ちょっとドキッとしました、ね、購入特典がつく、はい、なんとですね、こちらの、キャプテントマディや、はい、こちらのネオドリフトアウトをですね、購入された方用にですね、こちらの特典の、ね、画像をいただいてる、そうですね、ちょっと告知の方まだしてなかったんですけれども、見せちゃっていいですか。あ、どうぞ、はい、こちらなんですよ、いしょ。ほら、ちょっとこれなんだか分かりますでしょうかね。ちょっとまあ引きなんで分かりませんけど、分からないかもしれないですけど、はい、そう、もっと、もっと、これです。さあ、なんだか分かりますでしょうか。そう、操作説明が書いてあるインストラクションカードなんですね。インストラクションカードっていうのは基本的にその基板を購入した場合にその操作説明、多分筐体とかに貼ってあって操作説明とかが貼ってあるカードとかを皆さん見たこと、ね、帯とか技表の書いてある帯とか、ああいうものを、まあ、総じてインストラクションカードと僕は呼んでるんですけど、多分他にもちゃんと呼び方があるかもしれないですけど、なんと今回こちらを復刻してステッカーにしてくれると、ああそうなんですよね、いうことを聞きましてですね、はい、ご購入の特典として、はい、まあ、それぞれ、はい、ステッカーになステッカーとして、商品にお付けさせていただきます。すごいですね、インストラクションカード風ステッカーということですね。そうですね、しかも、はい、まあ、これはちょっとちっちゃめの、まあ、どっちかというと筐体の、ね、上のところにこう稼働中のところに 1,2,3,4 って貼ってあるところのカードに近いサイズをしてるんですけど、本当のサイズはもうちゃんと大きい、一応、はい、ステッカー自体は実物大という原寸大を、はい、ものをご用意しておりますですね。ありがとうございます。すごいですね、家庭用のロムカートリッジを買ったら基板用のインストカードがついてくるっていうのもなかなか、なかなか、なかなかですよ。すごい嬉しいですよ。結構その基板だけ持ってると、僕結構基板とか買うんですけど、基板だけだと結構こうコピーがついてくればまだいい方で、本当にただ基板だけみたいな、でその基板だと特にそのカートリッジにプリントされてるステッカーも本当に名前程度なんで、すごく簡素な感じで、はい、インストカードがあるかないかだけでだいぶ違うんですけれども、なかなかオリジナルのものは、まあ、残ってないというか、そうですね、あっても本当に純正って言われても微妙にちょっとね、まあもう何十年も前の話ですから、純正は純正だけれども汚れ切ってるものとかありますけれどもね、今回ちょっと、はい、発売元の監修のもと新たに制作した、はい、まあ、公認の、まあ、ステッカー、特典ということになりますので、はい、もうめっちゃ楽しいです。こういうのをどこで手に入れてきたのかと。あ、まあそうですね、確かに、はい、まあ、デザイン自体制作させていただくにあたって、はい、秋葉原の、KVC ラボ様からいろいろと資料などをお借りさせていただきまして、はい、まあ、無事にこういう形で、制作が
行われたということでございます。素晴らしいですね。KVC ラボ様には本当に僕も個人的にお世話になっておりますけれども、こういったものを、状態のいいものを持ってらっしゃる方がいてくれたからのね、制作が。そうですね、はい。できたということでございますね。ということで、いろんな方々の熱意があって、熱意があった上でおまけですからね。いやまあ、本当こういう機会がなければ、出来上がらなかったものなのかなと思いますね。はい、いやなので、もうかなりその今回の、今回のこういったその購入特典やら、あのおかわり3つ、3部、おかわり3つも、ができるのも、その前回のブレイカーズリベンジ、武蔵巌流記アンドロ・デュノスが、あの好調だったということのようですので、もう本当に、あの本当にそうです。皆様には感謝申し上げて、本当に、はい、お会いの皆様には本当に感謝しております。もしね、あの今後もそのもちろん、まあもしかしたらね、売上云々のいろいろ数字もあるのかもしれませんけれども、あの皆さんの熱意がある限りは今後もあるかもしれないです。そうですね、はい、ぜひご期待いただければと思っております。あれやこれやもまだまだね、もう、まあ、個人的に言えば全部定価で買い直したいぐらいですけど、もう今ね、物によっちゃ10万で買えたらいい方ぐらいの相場になっておりますからね。そうですね。なので、ぜひぜひ発売や続報、コロンバスサークルさんの続報を楽しみにしていただけたらと思います。お願いします。はい、左側の、まあ、最初のキッチキだったトマトですね。もうトマトですからなくなりましたね。何ですかね。次にどういう風に曲がるかっていうのは分かってるからいいですよ。あーなんか変な怖いじゃん。なんかさっくり倒してしまったよ。なんか出てきた、なんか出てきた、なんだなんだ。